ゲゲゲの鬼太郎、ゲゲゲの鬼太郎、ゲゲゲの鬼太郎は、水木しげるによる日本の漫画作品、及び、それを原作とした一連の作品群の総称。妖怪のイメージを世間に浸透させた水木の代表作であり、妖怪漫画を一つのジャンルとして確立させた作品である。墓場から生まれた幽霊族の少年、鬼太郎が、多種多様な妖怪たちと繰り広げる物語。 1954年の紙芝居から始まり、漫画、アニメ、映画、小説、ドラマ、ゲーム、舞台など、半世紀以上にわたり様々な関連作品が作られている。漫画作品は歌詞本を経て1965年から1997年の間に、数多くのシリーズが描かれ、幼年誌から青年誌まで幅広く掲載された。連載当初のタイトルは、 墓場の鬼太郎であったが、アニメ化に伴い解題怪奇色の強かった内容も、鬼太郎と妖怪の対決路線へと変化し、鬼太郎は、正義のヒーローとしての側面が強くなっていった。なお、ゲゲゲの由来は、水木が幼い頃に、自分の名前を、シュゲルと言えずに、ゲゲル、ゲゲと言っていたことから着想したものである。単行本はこれまで幾度も出版されているが、 出版社ごとに収録内容が異なっており、水木しげる漫画大全集で初めて全ての作品が収められた。テレビアニメ版はこれまでに4回のリメイク6度のアニメ放映をしており、特に1回目、第1シリーズのアニメ化は初の妖怪ブームを巻き起こした。第25回、1996年度日本漫画家協会賞、文部大臣賞を受賞。 1933年から1935年頃にかけて民話の子育て幽霊を脚色した、墓場喜太郎、墓場喜太郎、原作、伊藤正美、作画、辰巳恵夫という紙芝居が存在し、黄金バットをもしのぐほどの人気だった。1954年、紙芝居の貸し元である、阪神が劇者と紙芝居作者として契約していた水木は、 同社社長、鈴木まさる丸に、前日の墓場喜太郎を題材にした作品を描くよう、進められた。作者承諾の上で、水木は、オリジナルの紙芝居物語、墓場の鬼太郎として、ヘビ人、空手、鬼太郎、ガロア、幽霊の手の四作を仕立てた。これが、鬼太郎シリーズの原点である。だが、奇抜な展開で評判を呼んだ、空手、鬼太郎を除き、 鬼太郎シリーズはそれほど人気が出ず、それ以降は制作されなかった。この水木半紙芝居の鬼太郎作品は現存しないが、伊藤版の一部は、加田浩二の紙芝居昭和史などの書籍で、部分的に見ることができる。ちなみに、鬼太郎が墓場から生まれた片目の子供という設定、ヘビよりと目玉親父の登場、空手鬼太郎よりはこの頃からである。 その後、歌詞本漫画家に転身した水木は、1960年に、うさぎ月書房発行の怪奇短編漫画誌、あやかし記念に、幽霊一家を発表。ここで、現在の鬼太郎の基礎が定まる。この時期の鬼太郎はまだ人間の味方ではなく、関わった人々に怪奇な結末をもたらす、不吉な少年という位置づけだった。あやかし第2号には、第2作。 幽霊一家墓場鬼太郎が掲載されるが、あやかしきは、一般には全く人気が出ず廃刊になった。ただ、鬼太郎シリーズは熱心な読者からのファンレターがあり、同年に同じくうさぎ好き書房から、墓場鬼太郎と題した怪奇短編漫画史上で、地獄の片道ギップ、第1巻、下宿屋、第2巻、アウジは、いつも、死人、第3巻などのシリーズ著作が発表された。 下宿屋では、ネズミ男が、シリーズに初登場している。それまで水木は、うさぎき処房の専属に近い形だったが、経営難のうさぎき処房からは、原稿料が一切支払われなくなり、憤慨した水木は、長い勝一の産用車、後の森林道移籍。鬼太郎屋は、シリーズ、吸血鬼と猫娘、地獄の散歩道、水神様が町にやってきた。 顔の中の敵を順次発表した。以前に書いた幽霊一家から、顔の中の敵までは一連の物語にな、おり、後年、ガロバン、鬼太郎の誕生を及び、鬼太郎やはとしてリメイクされている。しかし、五冊目、亀男の巻を出す段階で、三洋社の社長が入院、その土作作で原稿が行方不明となり、亀男の巻は、幻の作品となってしまった。一方、 うさぎ好き書房は、墓場、鬼太郎の続編を、竹内博之行に切り替え、中断した、墓場、鬼太郎を4巻から19巻まで書き継がせた、後日。やがて水木は、うさぎ好き書房と和解し、1962年には、読み切り作品、怪奇一番勝負、霧の中のジョニーを描く。しかしその後、うさぎ好き書房も倒産。 水木は1964年に佐藤プロで読み切り作品、おかしなやつ、僕は新入生、アホな男を発行。しかし、売れ行きが伸びず佐藤プロは、鬼太郎シリーズの観光を断念。桜井翔一の東校舎が後を引き継ぎ、霧の中のジョニーの続編と予定されていた内緒の話を発行した。なお、鬼太郎はこの頃には、 後の少年誌に登場する親しみやすいキャラクターへと顔している。1965年、週刊少年マガジン、講談社は、共に、創刊5年目のライバル誌、週刊少年サンデー、小学館に、120万部の発行部数の差をつけられていた。この責任を取って、全編集長は、辞任、困った、編集部の内田勝は、急遽、 歌詞本世界で活躍していた水木に白羽の矢を立てた。こうして、週刊少年マガジンで、墓場の大仁太郎の手が読み切り掲載れる。当初は不定期掲載で、人気も出ず、三話で打ち切りを検討された。だが夏休みが終わる時期に、当時の歌詞本読者や大学生たちからの激励のハガキが届き、打ち切りは回避された。当時、 週刊少年マガジンの編集長だった内田勝の著書、木の発想によると鬼太郎はずっと読者投票の再開で人気獲得のためにアニメ化しようとも試みられたが困難を極め、友人である東映の渡辺良徳、当時の東映常務取締役テレビ事業部長に相談したところ、妖怪者でタイトルが墓場ではちょっとスポンサーがつかないから、 時間をかけてじっくりと行きましょう。と説得された結果として、悪魔くんの実写ドラマ化が,が先行。悪魔くんの成功により、水木しげるが人気作家になったため、1967年からは正式な連載作品となる。内容も、怪奇物語から、正義の鬼太郎が悪い妖怪を退治するという、少年誌向けの内容変化。徐々に人気を増していった。 妖怪という言葉が頻繁に用いられるようになったのも、この頃からである歌詞本時代にはほとんど使われていなかった。歌詞本時代の作品のリメイクも多く、霧の中のジョニーを吸血鬼エリートに、おかしな奴をまらきに、僕は新入生をおぼろ車に、内緒の話を大怪獣にと多少内容をアレンジして再執筆している。また、 怪獣映画さながらの大怪獣や妖怪獣、猛猛ンの恐竜、白山坊の猛すらのような容姿の巨大画などが登場するのもこの時期の特色である。なお、妖怪大戦争の会では、後に主要メンバーとなる砂掛けば、粉木じい、一旦めん、塗り壁が鬼太郎の仲間として初めて登場する。 やがて安定した人気を得た本作は1968年にタイトルを墓場の大二太郎からゲゲゲの鬼太郎に変更することでスポンサーの了解を得てテレビアニメ化を果たす。それに合わせて1967年週刊少年マガジン11月12日号から作品名をゲゲゲの鬼太郎と解題された。またアニメ化に伴って少年漫画史のみならず講談社の 僕らや楽しい幼稚園などの幼年誌でも鬼太郎は子供たちのヒーローとして活躍する一方、菓本時代からのファンや青年向けの作品にも登場し、1968年は鬼太郎作品を五紙にわたって連載していた。月刊漫画、ガロ、青人堂では鬼太郎の誕生の掲載を経て鬼太郎や和を連載。両作とも菓本時代に描かれた作品を 一部ストーリーやデザインを変更して新たに書き直したものでや。そして月刊宝石公文社ではベトナム戦争を題材にした鬼太郎のベトナム戦記を連載。ベトコンに味方した鬼太郎ら妖怪軍が米軍と戦うというストーリーだが原案として参加した佐々木守と福田義行が思想的な部分を手伝っている。1969年。 人気絶頂の最中に少年マガジンの連載が終了。翌1970年の別冊少年マガジン7月号では連載が終了した作品の主人公を描く、その後の漫画スターという企画があり、南方に渡り最後は平和に暮らす鬼太郎という、その後のゲゲゲの鬼太郎が掲載された。連載やアニメの終了後も人気は衰えず、1971年に再び、 テレビアニメ化されたことに合わせて、週刊少年サンデー、小学館で、新作が描かれた。今シリーズの鬼太郎は、砂掛け、バーの経営する、妖怪アパートの住人として描かれ、鬼太郎ファミリーのメンバーが、これまでよりも増えている。また、少年マガジンでゲスト妖怪として登場していた、猫娘と設定は同様だが、容姿が微妙に違う猫子というキャラクターをレギュラーとして、 登場させている。なお、当時は、小学館の良い子、幼稚園、小学1年生等の学習雑誌での連載も加わり、七子同時にそれぞれ別の鬼太郎作品を発表していた。少年サンデー版の最終話では、鬼太郎が夜間鶴に飲み込まれ7年は出てこられないとして終わっているが、2年後の1973年には、インナートリップ、 ふっつの世界者で、鬼太郎とネズミ男の連載が始まる。このシリーズは短期連載で終わるが、風刺色の強い作品であり、オールカラーで描かれた。翌1974年には描き下ろし長編、死神大戦記が学習研究者から、日本の良いシリーズとして、上下巻で発行。王女洋衆を下にした作品であり、宮田幸が脚色担当として参加している。 今作は、その後のゲゲゲの鬼太郎の続編として描かれ、水木しげると共に、鬼太郎が地獄を舞台にして、妖怪と戦うストーリーである。1976年には、週刊少年アクション、双葉社で、鬼太郎の世界お化け旅行の連載が始まり、鬼太郎ファミリーが、世界の妖怪を相手に活躍する姿が描かれた。なお、今作の鬼太郎は、 野球帽を被っている設定。また、1976年から1977年にかけては、鬼太郎隊悪魔くん、妖怪ロッキード等の単発の読み切り作品もいくつか発表された。そして、1977年から1978年にかけては、週刊実は、日本ジャーナル出版での連載が約1年半続く。同誌では三作品が発表され、 一作目は、俗、ゲゲゲの鬼太郎を連載。高校生になった鬼太郎の話であり、これまでのちゃんちゃん子をやめてしま模様のセーターを着用している。鬼太郎シリーズの中では、特に一色作であり、内容的には青年向けに描かれている。当時の週刊実は編集者によるとかつて子供が人気を支えた鬼太郎を青年誌に連載することには不安があったようだが、 当時の水木ファンたちは今や大学生や社会人になっている。読者もきっとわかってくれるはずだという意見もあり、鬼太郎を大人の世界で活躍させることになったという。また、当時の水木はこれまでのヒーロー的な鬼太郎からの脱却を試みていた背景もあり、この話にかなり意欲的に取り組んでいる。しかし、後に水木は鬼太郎にセックスを持ち込んだのは失敗だった。 と改想しており、週刊実は2作目の、新、ゲゲゲの鬼太郎スポーツ教時代では、軌道修正を行っている。今作は、超能力を奪われた鬼太郎が、相撲界で活躍する、相撲の巻、墓の下高校の野球部に入部した鬼太郎が、妖怪チームで、甲子園を目指す、野球教の巻の庭で構成された水木独特の、スポーツマンである。そして、 週刊実話三作目の新、ゲゲゲの鬼太郎では再び軌道修正が行われ、かつてのような少年姿の鬼太郎が妖怪と戦う姿が描かれている。また、SF の要素が加わったことで、宇宙人との対決が多くなり、青年向けの描写は控えめになっている。なお、1977年は週刊実話の連載と同時期に漫画サンデー、実業の日本社で、 ゲゲの鬼太郎挑戦シリーズの連載も始まっている。今作は、UFO の秘密、太古の秘密、地上への秘密の3話構成で、週刊実は同様に青年向けの作品となっている。この時期の鬼太郎シリーズは、当時の雑誌に、どこへ行く鬼太郎と特集されるなど、総じて瞑想していた時期とも言える。その後は、週刊少年マガジンでの読み切り作品。 海坊主先生を挟み、1980年に、月刊どんどん、日本ジャーナル出版の短編漫画、大ボラ鬼太郎を短期連載する。そして同年、月刊少年ポピー、少年画報社で、雪姫ちゃんとゲゲゲの鬼太郎の連載が始まり、再び少年誌で鬼太郎が描かれる。今作は、鬼太郎の妹、雪姫をメインにした作品であり、 雪姫が登場する唯一の作品である。不思議な力で鬼太郎のピンチを救うなど徐々に成長する雪姫だったが、掲載誌の廃刊により連載は終わってしまう。1985年夏にフジテレビの月曜ドラマランドで実写版ゲゲゲの鬼太郎が放映され、同年の10月からはアニメ第3シリーズが開始。玩具メーカーや出版社とのタイアップ。 原作の現代風アレンジなどで本シリーズは大人気を博した。漫画作品はアニメ化に合わせてコミックボンボン、講段社で最新版ゲゲゲの鬼太郎の連載が開始。妖怪の総大将ぬらりひょんと鬼太郎ファミリーとの対決色を全面に出した作品だが、今作は水木自身の筆ではなく水木プロによる作画作品である。なお、単行本は 第20話までを収録した第4巻まで発行されたが21話以降を残し発行は中断。現在、単行本は絶版し復刻などもされていない。その後、週刊少年マガジンで新編ゲゲゲの鬼太郎の連載も始まる。タイトルの新編は単行本化の際に付けられた。一時期迷走していた鬼太郎シリーズだが鬼太郎が 毎回新たな妖怪と対決する従来の路線に戻したシリーズであり、アニメ同様に仲間の妖怪たちの活躍が増えたシリーズでもある。また、この頃には、新レギュラーとしてシーサーが登場する。アニメ版が長期化したことから、掲載されたばかりの新作も、逐一アニメ化されていき、シーサーもアニメレギュラーキャラクターとし、取り上げられた。そして、約一年後には掲載手を、 月刊少年マガジン、講談社へ移し、ゲゲゲの鬼太郎鬼太郎地獄編が連載された。鬼太郎たちが地獄へと旅する物語であり、鬼太郎の母や、ネズミ男の一族も登場する。アニメ終了後、1990年からは、コミックボンボンで、鬼太郎国鳥物語の連載が始まり、1992年からは、デラックスボンボン、講談社へ、掲載誌を移行。 地上侵略を狙う地下帝国ムートの戦いを描いており、完全懲悪のわかりやすいストーリーながら、当時のバブル時代の社会風刺をうまく絡めた作品となった。これを機に、ボンボン版を元にした四度目のアニメ化の話が持ち上がり、テレビマガジン、講談社でも特集や絵物語の連載が始まったが、初版の事情によりアニメ化は流れた。百九十六年、 子供たちの間に学校の怪談ブームが起こったことを機に再びアニメ化。これに合わせて各紙で特集や連載が始まるが、アニメへ中心であり、原作の漫画作品は発表されなかった。水木作品としては、コミックボンボンでゲゲゲの鬼太郎スペシャル妖怪百戦という絵物語が連載され、鬼太郎ファミリーが世界の妖怪と戦う姿を、 妖怪図鑑も兼ねた構成で描かれた。1996年には、新シリーズ、鬼太郎霊団の第一話が、ビッグゴールド、小学館に掲載される。これまでの鬼太郎ファミリーを、鬼太郎霊団と名付け、地球上のバランスを保つために、良い霊の指示に従って行動するという、新たな設定の作品だが、キャラクター判検の都合で一回で休止。第二話は、 翌年の1997年に、漫画サンデーで2回に分けて掲載された。2007年4月からアニメ第5シリーズが開始するが、絵描き、卸の絵本シリーズの出版や、他の作家によるコミックボンボンなどでの漫画連載は行われたが、水木による新たな原作のシリーズは発表されなかった。5期のイラストは、自伝漫画、新ピカ、水木しげるでん、 私はゲゲゲで描かれ、大好評である。全く鬼太郎は福の神だねえと、喜びのコメントをしている。長らく作品が発表されていなかったが、2013年に発行された、水木しげる漫画大前週、講段者別館に、描き下ろし新作、妖怪小学校が収録される。鬼太郎シリーズの歌詞本番と雑誌版の間をつなぐ、ストーリーが描かれた。また、 月刊少年ライバル、講談社にも、特別読み切り、ネズミ猫の巻が掲載されるなど、立て続けに新作が発表された。2016年に、水木が制御し、水木が直接描く、ゲゲゲの鬼太郎は一旦未完結扱いとなるが、各種イベントや、グッズなどのために、水木プロが、イラストなどを描き下ろすことは続く。2009年に、 アニメ第5シリーズが終了した後は長らく大きな動きはなかったアニメ関連も2017年の年末年始アニメ映画映画妖怪ウォッチシャドウサイド記王の復活に鬼太郎が客演、翌2018年にはアニメ第一作放送開始から50周年を迎えたことを記念して新プロジェクトが立ち上がり同年4月からアニメ第6シリーズが開始した アニメ第6シリーズも大人気を博し、同じく2018年には季節ごとに刊行されることとなったゲゲゲの鬼太郎総集編、講段社の夏号で水木の生前の構想をもとに水木プロが発展させて描き下した新作岩戸のガマ坊主が掲載され、水木の去後も,も原作のゲゲゲの鬼太郎は水木プロが受け継いで続くこととなった。また、 第5シリーズ時と同様に他の作家による漫画連載も別冊コロ,コロコロコミック小学館で行われることとなった。コミックランツインズリード社2019年1月号では江戸時代を舞台に鬼太郎ファミリーが活躍する鬼太郎シリーズ初の時代劇コミック決戦型たご山が水木プロを描き下ろし新作漫画として掲載された。水木しげるび水木プロによる 作画作品、漫画、絵物語などを記載。他の作家による作品は、口述。原作の鬼太郎作品には、第1話から異形の存在は描かれているが、当初は、妖怪という故障での存在としては登場しておらず、妖怪漫画として定着するまでには、いくつかの経緯が存在する。作中で明確に、妖怪として現れてくるのは、1961年の、 歌詞本番、鬼太郎やはの二巻からである。ここでは、柳楽庭の妖怪談義に収録された妖怪名義に乗る妖怪が現れるが、名前だけで姿はほとんど描かれていない。やがて、1965年から週刊少年マガジンに墓場の鬼太郎の掲載が始まるが、この段階でも妖怪としてはほとんど明確に言及されておらず、戦う敵の吸血鬼や、 夜舎も、怪奇的フィクションのキャラクターや怪物などを元のイメージとして描写されている。完全に、妖怪として登場し始めるのは、妖怪大戦争の回を経た1966年から、テレビアニメ化を翌年に控えた1967年にかけてである。水木しげるは、この時期に、藤沢森彦の妖怪画壇全集や鳥山石縁のガト百鬼夜行に出会ったとされる。 そして、鬼太郎は徐々に妖怪との対決路線へ変化し、ゲゲゲの鬼太郎海外語は、より顕著となる。また、その際に、さきの妖怪名医に乗っていた妖怪に姿を与え、鬼太郎の味方に、ガト百鬼夜行の妖怪に物語を与えて、仇役の妖怪へと登用していった。一方で、水木はこの頃について、まだ妖怪といったものが、 皆さんに分かっていなかったから大変だった。もっぱらヒーローの敵としてご登場願うしかなかった。と回想しているように、連載当初は日本古来より漠然と表現されてきた妖怪という言葉も概念も一般的にはあまり知られてはいなかった。妖怪が本格的に浸透し始めたのは鬼太郎より前にテレビ化を果たした悪魔くんや、 当時の怪獣ブーム等の下地を経て、大友商事により、少年マガジンを中心にして展開された、妖怪画法の影響が大きかった、と申されている。鬼太郎のヒットとメディア戦略の足並みが揃ったことで、従来の伝承にあった、妖怪の概念は波及し、妖怪ブームや鬼太郎の長期シリーズ化へと、繋がっていった。作品のストーリーの多くは、鬼太郎が、 毎回新たな妖怪と対決するという話であり、前後の話や別シリーズとのつながりはあまり意識されていない。字には大きく矛盾する展開もあるが、鬼太郎や妖怪の基本設定は概ね一貫している。ここでは主要キャラクターのみ紹介する。なお、各キャラの設定は作品ごとに多少異なる場合がある。本作は過去から現在に至るまで不定期的に、 映像化されているが、テレビ番組として制作された作品は一貫して、フジテレビで放映されており、フジテレビと東映が制作している。2007年4月には小竹によって、初めての劇場版実写映画化がなされ、全国ロード賞された、後日。テレビアニメは6つのシリーズに分類され、それぞれ映画も制作された。また、歌詞本番の、墓場。 鬼太郎を原作としたアニメが、フジテレビ系深夜アニメ枠、のいたみなにて放送された。他、1978年に、ラジオ劇が傑作シリーズ、TBS ラジオにて放送された。鬼太郎誕生、白山望、妖怪大戦争、幽霊電車など原作に準拠した内容で、水木茂と信仰のあった、田辺一角が語りを担当している。 2006年の特別番組ゲゲゲの鬼太郎のオールナイト日本日本放送内でも同様の主演キャストでラジオドラマが放送されている。人形劇団瞳座による人形芝居作品によっては原作アニメ3期、4期、5期をベースにしている。鬼太郎らが出演している作品のみ掲載する。 他の作家による作品を記載。単行本は中国語、少年英雄、鬼太郎、英語、鬼太郎、大語、イタリア語、鬼太郎デイ・シミテリ、フランス語、鬼太郎ルリー・プーセント、韓国語、スペイン語、鬼太郎などが出版されており、テレビアニメはアニメ専門チャンネルなどを中心に、アジアをはじめとする諸外国で放送実績がある。漫画、アニメともに、 台湾での人気が特に高く、2012年にはテーマパーク、ゲゲゲの北郎妖怪楽園特別展が国外で初めて開催され、計45万人を動員した。一方、アメリカでは、水木の戦争漫画や、の、ノンバーと俺が評価されるも、鬼太郎は、プロモーションの失敗により、英語版の存在が知られなかったため、現状では、高い支持を得られていないと評されている。 現在、絶版となっていないものに関して表記。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。